ジョシア・レノルズによる、肖像が、1757年、1758年。第3代アンケスティーバン公爵ペレグリン・バーティーは、グレート・ブリテン王国の貴族。1715年から1723年まで、ウィロビー・ディ・アーズビー教、1735年から1742年まで、リンジー公爵の儀礼称号を使用した。 第二代アンケスティーバン公爵ペレグリン・バティと、ジェーン・ブラウンローの長男として生まれ、1742年に父が死去すると位を継承した。1742年から1778年まで、式部教とンンシャ者当館を、1755年から1765年まで、進出自重を、1766年から1778年まで、締め頭を務めた。 また、軍会では1755年に少将に、1759年に、中将に、1772年に対象になった。1778年8月12日に死去、息子ロバートが借位を継承した。アンケスティーバン公爵夫人、メアリー・パントン1735年5月22日、エリザベス・ブランデルと結婚したが、二人は子供を、儲けなかった。 1750年11月27日、メアリー・パントンと再婚、三男三女を設けた。ありがとうございます。